すぎる高級食材の盛り放題。訪れたのは世田谷区祖師ヶ谷大蔵。来ました。すごい、駅からそば、至近距離。この商店街にある地方台があるというんですよね。そのお店がこちら。そんななんとか放題とか賑やかにやってそうな雰囲気じゃない。おしゃれ。こちらはイタリアンレストラン晩餐。現在東京と神奈川に4店舗を構える女性に人気のレストランです。人気のメニューは最近ブームが起きつつあるアイスクリームプレミアを乗せた最高級フレンチトーストなど、女性の味覚を刺激するメニューをラインナップ。そんなイタリアンレストラン晩餐が提供するお得な仕放題とは一体？早速店内を覗いてみると、そこには異様な光景が。食材を盛られ続けるお客さんがあちこちに続出。これは一体？実はこれが晩餐の2つの仕放題メニュー。まずはしらす盛り放題のパスタ。そしてもう一つが、生ハムの盛り放題パスタ。どちらもお客さんがストップというまでひたすら盛り続けてくれる仰天メニュー。深澤さんもこの盛り放題メニューをオーダー。まずはしらす盛り放題のパスタから。ストップ言わなかったらどうすんの？腹の探り合い？なんで探り合い？怖いねそれ。そこで深澤さん、試しにストップを言わずに盛られ続けてみることに。すると、あっという間にこのしらすの量、すっかりパスタが見えません。ここで思わず、もういいんじゃない？本当にありがとうございます。大丈夫ですか？はい、はい、もうこれ以上盛られたら俺怒る。盛られ続けてみた結果、その高さ10センチ、 200g のしらすの山の完成。盛り放題でも食材には手を抜きません。しらすは海の旨味たっぷりの瀬戸内海産を使用しています。うわっす泣けっけらのパスタが出てるだけ。いただきます。はい、パスタが美味しい。根本的にパスタが美味しい。そのあったかいニンニク効いてるパスタに冷たいしらすがふわふわふわって、やばいですね。ちなみにこれおいくらなんですか？こちらが、900円で大丈夫。こんなこと本当失礼なんだけど、バカじゃないなんとランチタイムは900円の大サービス。ちなみにこの量のしらすを使って通常メニューとして出すとなると、お値段3000円にもなるんだとか。とってもお得なこちらのメニュー、家族や友人で一皿注文してシェアしながら食べる方が多いそうですよ。なるほど、お得感がさらにアップですね。また頼みたい。深澤さん、続いて生ハム盛り放題パスタのオーダー。こちらもストップを言わずに盛られ続けると、いや、もうこれはすごすぎる。豪快な生ハムてんこ盛りのパスタの出来上がり。もう大丈夫ですか？もう大丈夫です。でもさすがそば店長だから、もっと早く盛れるのに、なんとなくこうゆっくりそこはね、やっぱねテクニックとして必要なところです。それはそうですよ、こっちに考える時間がないと。ワンコそばみたいに行かせたから大変なことになるから。盛りに盛られて、生ハムの高さなんと15センチ、 200g の生ハムの山になっちゃいました。もちろん生ハムにも手を抜いてはいません。本場イタリア産プロシュートのみを使用。そのお味は？生ハムのね、美味しさ、濃厚さに、パスタが本当に薄めの味でクリームついてるから食べやすくて相性がいいんです。ちなみにこれおいくらなんですか？こちらは、ガチで1000円ちょうど。
らのメニューは赤字覚悟、ランチとディナーで5食ずつ、1日限定10食です。ちなみにこの生ハムの量で通常メニューとして出した場合、一体いくらになるのか、その金額を生ハム盛り放題中の女性客と一緒に見てみると、店長、はい、この一皿、はい、実際にお店出してほしいからいくらぐらいになるのか。こちらの一皿は4000円から5000円はいただかないと。なんと通常メニューとして出した場合5000円、ランチは1000円なのでおよそ4000円のお得。しかしなぜこのメニューを持続できるのでしょうか。やはりその業者さんとの提携により、その例えば生ハムだったらその大きなブロック単位でこれからも使い続けさせてくださいという依頼をさせていただいて、まあ、その仕入れ値というところを抑えさせていただいております。さらにシラスのパスタと生ハムのパスタは系列4店舗すべてで提供、大量購入をすることで実現できる企業努力の賜物なんです。まさに財布もお腹も満足できる盛り放題です。